長靴を履いた猫。むかしむかし、年をとった粉屋さんがいました。粉屋さんは貧しくて、持っているものといったら、水車小屋とロバとへんてこな猫だけでした。粉屋さんが死ぬと、一番上の息子が水車小屋、二番目の息子がロバを、そして一番末の息子が猫をもらうことになりました。猫一匹か。財布の方が良かったな。末の息子がつぶやくと、猫が話しかけた。私に長靴と大きな袋を作ってください。そうすればあなたの役に立ってみせましょう。末の息子は突然猫が話し出したのでびっくりしました。でも言う通り、猫に長靴と袋を作ってあげました。長靴を履いた猫は森に行き、丸々と太ったウサギを捕まえて、袋に入れました。そして、それを担いで、お城の王様に会いに行きました。王様、このうさぎは私の主人。カラバ公爵からの贈り物でございます。王様はうさぎが大好物です。喜んだ王様は、カラバ公爵に会いに行くことにしました。そこで、猫は末の息子に言いました。裸になって、川で溺れた真似をしてください。末の息子が言う通りにすると、大変です。カラバ公爵様が川に落とされて溺れそうです。服も泥棒に盗まれてしまいました。と、通りかかった王様の馬車に向かって、猫が叫びました。王様は早速家来に命じて、末の息子を川から助け出し、上等な服を着せました。その間に、猫は広い畑で働いているお百姓さんたちのところに走っていきました。もうすぐここを王様の馬車が通るから、王様に、ここはカラバ公爵様の畑だ、と言ってください。さもないと、ギザギザにひっかいてやるからな。猫はお百姓さんたちを脅しました。やがて、王様が通りかかり、この畑は誰のものか、と聞くと、お百姓さんたちは答えました。カラバ公爵のものでございます。その間に、猫は魔法使いのいる
大きなお城に走っていきました。猫は魔法使いに尋ねました。あなた様は何にでも姿を変えられるとか。でも小さなネズミにはなれないでしょう。ネズミだと？そんなのは簡単だ。魔法使いはたちまちネズミに変身しました。その途端、猫はネズミに変わった魔法使いをパクリと飲み込んでしまいました。そこへ王様の馬車がやってきました。カラバ公爵様のお城にようこそ。猫は王様にうやうやしく礼をしました。なんと、カラバ公爵殿はこんなに立派な城まで持っておったのか。すっかり感心した王様は、お姫様とカラバ公爵を結婚させることにしました。こうして、末の息子は長靴を履いた猫のおかげで幸せになったということです。ねっきらもっきらどーんどん。ここまで来たのに誰もいない。尺だからカンタは歌ってやった。大声でめちゃくちゃの歌を。ちんぷくまんぷく、あっぺらこーのきんぴらこ、じょんがらぴこたこ、めっきらもっきらどーんどん。すると、どどーっと風が吹き、風に乗って奇妙な声が聞こえてきた。よーよー、ええー、歌ええー、歌。お腹がポンポン弾けるぞ。こっちゃ来い、こっちゃ来い、こっちゃ来て歌え。耳を澄ますと、どうやら声は穴の中から。カンタが覗き込んだその途端、ビューッと穴に吸い込まれて、落ちる落ちる落ちる。着いたところは夜の山。おや？向こうからへんてこりんな三人組が飛んでくる。やってくるなり、おかしな三人は、カンタに飛びついた。よっほーい、あっそぼうぜ。おいらもんもん百個。おーい、友達見つけた。あたいはしっかかもっかかだい。わしはお宝マンチンと申す。さあ遊ぼう遊ぼう。いやだ、化け物なんかと遊ぶかい。カンタがそう言うと、たちまち三人は大声で泣き出した。ああ、遊んでよ。遊ぼうよ。ああ、うるさい。遊んでやるから黙れ。すると今度は喧嘩が始まった。あたいが一番に遊ぶ。
何、おいらだ。わしじゃわしじゃ。三人は団子になってもつれ合う。やめろじゃんけんだ。とカンタが叫ぶと、団子はほどけて、じゃんけんぽん。さて、一番はしっかかもっかか。カンタの首に風呂敷を巻いて、枝から枝への飛び移り、モモンガーごっこが始まった。うまい、飛べるぞ、モモンガー。風呂敷はたはた、モモンガー。髪の毛ヒューヒュー、モモンガー。カンタは何度も飛んで、汗びっしょりになった。次はお宝マンチ。そこらじゅうに宝の玉をぶちまけた。さあいらっしゃい、お宝交換だ。どれでも好きなのと取り替えっこしてせんじる。ビールの王冠でもいいかい？とカンタが言うと、なーに、ビールの王様の冠か。そんなお宝が手に入るとは、ありがたき幸せ。お宝マンチンは、大ニコニコで、代わりにカンタに不思議な水晶玉をくれた。ほーら、覗いてごらん。海が見えるよ。モンモン白虎は縄跳びの名人。山を蹴飛ばせ、ぴょーんぴょん。月を引っ掛けろ、ぴょーんぴょん。二人はキャーキャー笑って、135回も飛んだ。さあ、今度はみんなで遊ぼう。空飛ぶ丸太に乗って。今夜は嬉しや友達だ。今夜は楽しや友達だ。歌え歌え、あの歌を。空から聞こえたあの歌を。振幅満腹、アッペラ校のきんぴらこ。ジョンガラピコタコ、メッキラモッキラドンドン。さんざん遊んでお腹がすくと、お餅のなる木を見つけて食べた。ふんわり甘くてほっぺたが落ちそうだ。お腹がいっぱいになると、三人のお化けたちは眠ってしまった。カンタは一人で月を見ているうちに、たまらなく心細くなってきた。とうとう我慢ができず、夜空に向かって大声で、お母！とその途端、三人は跳ね起きた。言うな！それを言ったらおしまい！てんでにカンタに飛びかかり、口を押さえにかかったけれど、もう間に合わない。お母さん！カンタの声が広がると、突然夜空に日の光が差し込んだ。銀の光が渦を巻いて、
カンタの体はくる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 。あれ？ここはどこ？カンタはぼんやり立っていた。ちょうどその時、お母さんの声がした。カンちゃん、ご飯よ。カンタはパッと駆け出した。あれから何度も神社に行った。でももうあの声は聞こえない。歌を歌えばまた三人に会えるかなと思うけど、カンタはあの歌を忘れてしまって、どうしても思い出せない。君なら思い出せるかな？